1回目は夏の時期だったので白いマルチを使ったが、2回目の時期は冬なので黒マルチを使いました。なぜかというと、黒マルチには保管効果があるからです。左側の写真は前回の定植したカリフラワーで、右側のやつは今回の定植したカリフラワーです。これは定植する前のやつと、防虫ネットを張って